12月17日、松山市三津三丁目の松山市西消防署で防災クッキングが開かれました。これは参加者に災害時でも簡単に美味しく食べられる調理方法を知ってもらい、防災への意識を高めてもらおうと、県が定める愛媛防災週間に合わせて行われたもので、今回で2回目になります。この日は消防関係者や小石、遊軍、五明地区の3地区の女性防火クラブなどからおよそ30人が参加しました。調理に使用するのはこのポリ袋。ポリ袋を使った調理方法は、食品を混ぜたり漬けたり加熱冷凍したりと、すべてが袋の中で行えて、さらに使い終わった後はそのままゴミとして捨てられるため、洗い物も少なくて済むなど、災害の時でも水を節約でき、手間も省くことができることから、最近注目されている調理方法の一つです。参加者たちは、常温でも長い期間保存できる食材をポリ袋の中に入れて、きのこの炊き込みご飯や小豆羊羹などを作っていました。今日はね、防災食で炊き込みご飯と、それからサバ缶を、缶詰使ってくださいっていうので、サバ缶を使った料理と、これも缶詰なんです。加糖のちゃんとお砂糖が入って調理された缶詰があるんです。小豆の炊いた、それに寒天入れて、一番簡単、ほっとったら固まるみたいなそうそう、なんかこういう時には食事ももちろん大事なんだけど、ちょっとたまには甘いものもいいのかなっていうので、スイーツをちょっと考えてみましたけどね。皆さんいろんな試行錯誤をされて、もう私も知らないことをもう今日勉強になりましたし、すごく良かったなと思います。とっても美味しいです。美味しいです、うん、これだったら家で簡単にできるので、お子さんと一緒に作るのにいいかなと思います。もう本当災害の時に急に言っても、こういうものを常備しとけば普通の食事に変わらない美味しい味に出来上がってます。最近火事で命を落とされる方もよくテレビで聞くんですけれども、皆さん火の用心ということで、この愛媛防災週間にかかとらわれず、普段から火の用心を心がけていただきたいと思っております。いざという時も時間や手間をかけずに美味しく食べられる調理方法を学んだ参加者たち。日頃から災害への備えについて考える良いきっかけとなったのではないでしょうか。